帰りなさい。
行く手に歯向かい流れてくる階段、これがエスカレーター。シンプルでありながら見た目以上の消耗を強いられるシーン。良い子の皆さん、エスカレーターの逆乗りは大変危険です。そしてこれは、足元にお気をつけください。この先に落とし穴がございます。こちらでございます。柵で囲まれたこの中心にでございます。目を引く看板で囲んだ上、立ち入り禁止の文字ですが、人は往々に禁じられたものほど触れてみたくなる。落とし穴は隠すものという常識を逆手に取った高度のトラップでございます。流れる足場に加えて心理トラップを組み合わせた落とし穴、町の治安を守るとはかくも大変なことなのでございます。私、胸を打たれております。この町を愛する見知らぬどなたかの思いを噛みしめつつ、それでは参りましょう。これは、このかぐわしい香りは、まさか。はあ、驚いたわ。この宮の秘密、匂いだけでわかるんか。姉ちゃん、伊達におもろい格好しとらんな。まあ、たこ焼き屋はタコ以外焼いたらあかんなんて法律はあらへん。どや、チートこうたってーや。ほっぺた、落っこちてまうで。ほっぺたも落ちる料理。現実には非常事態のような気もいたしますが、ぜひとも体験してみたく存じます。私、実際にほっぺたを落としている方をお見かけしたことがございません。おそらく市政の者にはやすやすと手出しできない価格。あ、よく見ましたら1パック400円。それでは2パックほどお願いいたします。はい、おおきに。また来てや。このプリプリした表皮に覆われた独特の食感は間違いなくあれ。よもや食材として出会う時が来るとは驚きでございます。いいえ、特には何も。ですが私、食べてみたいものは他にもまだまだございます。考えてみれば、それらを食し終えるまでほっぺたを失うわけにはまいりません。この近辺にはまだまだ飲食の場がある様子。はしごというのをしてもよろしいでしょうか。まずは漫画喫茶と呼ばれる場所にあるドリンクバーなる食材から参りましょう。混合比によって無限の味が生み出せるというドリンクバー、想像しただけで心持ちが高ぶるのを感じます。これでこの辺りの料理は全て食べ尽くしたようでございますね。あの、どうかなさいましたか。思えば7食目あたりからあまりお箸が進んでおられないご様子でしたが、ともあれ本日は文字通りのおいしい体験をありがとうございました。よろしければまたいつかご一緒させていただきたく存じます。
あ、おかえり。おかえり。
よし、行くよ。期待に応えよう。そう来なくっちゃな。この階、誰かがいます。探してください。といったところで、
ちょっといいか。今夜急に理事長が見えることになった。帰り次第4階の部屋に集合してくれ。あ、はい、わかりました。じゃあ伝えたぞ。コロちゃん、お手。おお、したした。賢いぞ。おかえりなさい。おかえり。ちょうどさっきここを通りかかったの。ほら、コロちゃん、ご挨拶できるかな。コロマルっていうの。いつもは神社の階段のとこにいて、狛犬みたいにじっとしてるんだけど。この犬、相変わらず一人で散歩してんのね。一人で散歩？ああ、その犬はね、長泣き神社の神主さんが可愛がってた犬なのよ。この道は夕方に必ず散歩するお決まりの道でさ。だからここにいたんだ。まあ、生前の話だけどね。え？生前？あらやだ、聞きたい？そうね、半年くらい前だったかしらね。神主さん、お散歩中に事故で死んじゃってね。それからっていうもの、その犬、決まった道を散歩する以外、事故のあった場所から動かないのよね。無理にどこかに連れてくわけにもね。だってこの間もうちの息子がね。あら、いけない、こんな時間、息子が帰ってきちゃうわ。お前中堅なんだ、泣かせるじゃないかな。あれ、この子どうしたの。ごめん、気のせいだったみたい。あ、それより今日って確か理事長が来るって。私たちもそろそろ中に入ろう。そうだね、コロちゃん、またね。いや、どうもどうも。調べ物に答えが出そうなんで、いち早く伝えようと思ってね。例の満月に出るシャドウの件だよ。ちょっと面倒なんだが、よく聞いてほしいんだ。実はシャドウはその性質によって12のカテゴリーに分けられる。このことはだいぶ前から分かってるね。生物学の何かや何目みたいなもんだ。で、これまで出現したシャドウをこれに分類してみると実に興味深い。これまでのシャドウ4体は現れた順にカテゴリーの1から4だと分かったんだよ。見た目は大層特別だったが、連中にもこの分類は当てはまるらしい。それってなんかすごいことなんすか。そうか、つまり大きなシャドウは全部で12体いて、残りがあと8体ってことですね。さすが山岸君、飲み込みが早いんだから。そうなんすか。実際シャドウって何がしたいんすかね。いい質問だね。実は目的がよく分かってないんだよ。連中は獲物を殺さずに精神を食らう。捕食には違いないが、生き物のようにただ繁殖するのが目的なら遠回りすぎる。シャドウは総体としては何を目指す存在なのか、その辺は研究中なんだ。面白いですね。ただシャドウが何であっても残りも全部倒すだけのことです。そうだ、連中の目的が何であれ、
全て倒すしか今は対処のしようがない。あと8体か、相当だな。それデータでは来るたびに強くなってます。こちらも力をつけないと。なんとかするさ、時間は十分ある。タルタロスか、なんであんなものがあるんだろう。Gotta tell.
ー